レイ・チャップマン、レイモンド・ジョンソン・チャップマン、レイモンド・レイ・ジョンソン・チャップマン、1891年1月15日から1920年8月17日は、アメリカ合衆国ケンタッキー州、ビーバーダム出身のプロ野球選手、優秀。右投げ右打ち。ギザと守備に長けた、クリーブランド・インディアンスの声優劇手だった。8月16日の試合で、 ニューヨークヤンキースのカール・メイズ投手の投球を、頭部左側の米紙部分に受けて混虫し、12時間後の翌17日早朝に亡くなった。MLB 史上唯一の試合中にいた選手から受けた、障害が原因で死亡した選手である、試合中の事故によって負った損傷が、最終的に死に繋がった選手も他に抱くパーズのみ。この悲劇の後に試合中に汚れたボールは審判の判断で、 いつでも交換できるようになり、スピットボールなどボールに再興する行為の対策が徹底された。翌春にはインディアンスが当時の NFL 選手が使用していた革製ヘルメットを試験的に導入しており、打撃用ヘルメットの開発につながる一つの契機にもなった。にセミプロ球団からマイナーリーグ球団へ移り、プロ野球のキャリアを開始した。7月30日に MLB のクリーブランドナップスに入団した。8月30日に MLB デビュー。このシーズンは31試合に出場し、打率312を残した。から、声優劇手として試合に出場するようになり、ギダ数がアメリカンリーグ最多となったのは1913年の3度を数え、1917年に記録したシーズンギダ数67は MLB。 歴代最多記録である日本ロ野球ではに宮本信也が1シーズン67ギガを達成した。時々雑なプレーも見せたが強い腕を持つ遊撃手として評価されていた。視察数がリーグ最多を記録した年が3度、1917年。1917年には補察数も528、リーグ最多を数えた。快速走者としても知られ、 1917年にはリーグ3位の52盗塁を記録した。これはまでクリーブランド・インディアンスの球団記録として残った。同じ1917年にリーグ4位の3塁打13本を放っている。1918年にはリーグ最多となる84得点を挙げた。ピアノを演奏し、アマチュア歌唱コンテストでも一度優勝した才能豊かな青年だった。 情熱に溢れ、気さくで非常に陽気な性格から、歴代のインディアンスの選手の中でも、最も人気のある選手の一人あった。ベーブルースやタイカップにも好かれていた。1918年のシーズンが終了してから第1次、世界大戦が終結するまでの3ヶ月は、アメリカ海軍予備員として勤務した。シーズンが始まる直前に、クリーブランドの著名なガス会社経営の実業家の、 娘ケイティと結婚した。チャップマンは会社の仕事に専念するために引退も考えたが、最終的にはチーム内で最も親しい友人であり、1919年から選手兼任監督に就任したトリススピーカー監督のもとでインディアンス初の優勝旗を獲得できるように協力するために、少なくとも1シーズンはプレイすることを決めた。 8月16日のポログラウンズで行われた対、ニューヨークヤンキース戦の5回をもて、チャップマンは、この回の先頭打者として、いつものように前傾姿勢を取りながら、打席に立った。対するアンダースローのカールメイズ投手が1ストライク、1ボールから、インコース高めへ投じた速球が、頭部左側の米紙部分を直撃し、チャップマンは地面に倒れて動かなくなった。そして、当たった瞬間に、 右翼種のベイブルースにもはっきり聞こえたほどのドスンという大きな音がして一塁方向に跳ね返った。メイズはバットのグリップエンドに弾が当たったものと思い、弾を処理して一塁へ送球した。一塁手のウォーリー・ピップは補給後に異変を察知したという。ピップは本塁で左耳から血を流し、顔を歪めながら倒れているチャップマンを見て立ちすくんだ。トム・コナリー審判は 観客席まで走って医者を呼ぶように叫び出し、他の選手と同様にスピーカー監督も倒れているチャップマンに駆け寄った。二人の医師、うち一人がヤンキースの医師が到着して氷を当て、チャップマンは意識を取り戻した。立ち上がり、話そうとしたが、全く言葉が出てこなかった。その後に不自由な足取りで外野の中堅方向に位置するクラブハウスに向けて、 自力で歩いて戻ろうとしたが、二塁ベース手前で崩れ落ちた。二人のチームメイトの方に寄り添いながら、クラブハウスに担ぎ込まれた。チャップマンは言葉を発することに苦労していたが、私は大丈夫だ。カールには気にするなと伝えてくれと言ったという。また、指輪、ケイティの指輪とつぶやき続けた。メイズは、試合が中断されている間もマウンド上で待機していた。 チャップマンはすぐにニューヨーク市内の病院に搬送された。3.5インチ、約9センチメートルの頭蓋骨陥没骨折を起こしており、到着した時には意識を失っていた。症状の回復の見込みは立たなかったが、試合後に病院に駆けつけたチームメイトや多くのヤンキースの選手は一時的に呼吸と脈拍が改善したことを良い知らせとして受け取り、病院から去った。しかし、 その判断は、誤りだった。支給を受けてから12時間後の、翌17日午前4時40分にチャップマンは、搬送先の病院で亡くなった。野田区パワーズに次いで、MLB 史上二人目の試合中の事故が原因で、死亡した選手となった。妻のケイティは、第一子を妊娠中であり、スピーカーが待つホテルへ行き、不法を聞いた時に気を失ってしまった。 この日に予定されていた試合は彼の死により中止された。チャップマンは頭部に当たる投球に対して避ける素振りさえ見せなかった。夕暮れ時で当時は頻繁に使用されていた汚れたボールによって目視が難しくなったためと推測された。なお近年は医療が目覚ましく進歩しているため同じ事故が起きたとしても死亡する可能性はかなり低くなるだろうという見方がされている。 メイズはすぐに自発的にマンハッタン地区検察局へ行き、彼の証言から事故には事件性はないとの判断が下された。事故の前からヘッドハンターだと疑われていたメイズに対する風当たりは強く、ボストンレッドソックスとデトロイトタイガースは合同会議を開き、共同でメイズとの対戦をボイコットする方針を表明した。セントルイスブラウンズはメイズを 野球界から追放すべきという意見に全会一致で同意した。インディアンスの何人かの選手も二度とクリーブランドには来ないようにとメイズに警告した。タイガースのドニー・ブッシュは球団を離れてインディアンスの遊撃手としてプレーする意思があることをマスメディアに発表し、タイカップは23日のタイアン・キース戦の試合前に可能であるが、私はチャップマンの破壊しにこう刻んでいただろう。 ここに傲慢、悪質、貪欲の犠牲者が眠ると記したノートをメイズに渡した。多くの新聞の社説が打撃用ヘルメットの開発を求める論調であり、ニューヨークタイムズ紙はビーンボールであるとして激しく非難した。チャップマンの遺体はグランドセントラル駅で改装者の大群衆によって見送られた。8月20日にクリーブランド市内の大聖堂で取り行われた。 チャップマンの葬儀には数千人の多くのインディアンファンや野球関係者が参列した。ケイティの実家を訪問している間に神経衰弱に陥ったスピーカー監督や身を潜めた。メイズは欠席した。遺体はレークビュー墓地に安置された。インディアンスの選手たちはシーズンを通して無償、黒のアームバンドを着用してプレーした。これは プロスポーツ選手が黒のアームバンドをつけてプレーした最初の例として考えられている。スピーカー監督は落胆する選手たちを結集し、インディアンスはチャップマンが死亡した1920年シーズンに球団初のリーグ優勝を成し遂げた。そして、ワールドシリーズでもブルックリン・ロビンスを破り、ワールドチャンピオンに輝いた。ワールドシリーズ最終戦の後、インディアンスのクラブハウスでは、 多くの選手が目に涙を浮かべいた。また、インディアンスが、チャップマンの後釜遊撃手として9月に、マイナーリーグ球団から獲得したジョー・シーウェルは、通算で7132打席に立ち、三振は114だけという球種に残る、コンタクトヒッターとして活躍し、にベテランズ委員会による投票で、アメリカ野球殿堂入りを果たした。シーウェルは、後年に、 インディアンスに移籍した時のことを振り返り、嬉しさよりも不安な気持ちの方が強かったが、北を旅し、クリーブランドのユニフォームに袖を通した時、自分は、ジョーシーウェルではなくて、チャップマンなんだとイメージし、クリーブランドに名誉と栄光をもたらすために戦おうと、決意したと述べている。妻のケイティは、死亡事故当時に第一子の女子を妊娠中であり、チャップマンの死後に、 ビジネスマンの男性と再婚した。彼女は最愛の夫の死後は、うつ病の発作に苦しみ、1928年4月20日に毒の含まれる洗浄液を飲んで自殺した。娘はケーに育てられたが、1929年にし科にかかり、亡くなった。にチャップマンは、クリーブランドインディアンス殿堂入りを果たした。チャップマンの死後間もなく、リーグパークに、 彼は彼を知っていたすべての人の心の中に生きていると刻まれた彼のブロンズの記念プラークが作成された。その後にクリーブランドスタジアム、ついでジェイコブスフィールドへと移されたが、ジェイコブスフィールドに輸送した後は置き場所がなくなり、忘れ去られていた。2月にジェイコブスフィールドの保管室を掃除する作業員によって再発見された時には、かつて制動色だった表面に、 埃やゴミが付着し、酸化して暗褐色に変わっていた。プラークは復元され、プログレッシブフィールドにある歴史公園に展示されることになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。